れでは昨日真壁選手に挑戦し IWGP ヘビー級王座奪取に成功いたしました小島聡選手の会見を行います。小島選手、コメントをお願いいたします。はい、昨日はどうもありがとうございました。昨日も言いましたが、強い、チャンピオンの真壁選手に、勝つことができて、気分は超最高です。今自分の中では自分の想像できない、パワーとエネルギーが、体の中に宿っています。正直、自分自身でも怖いぐらいです。それだけのものが今自分の体の中に、入っていると思っています。今自分自身何も怖いものはありません。今までやってきたことの積み重ねが全て今自分の中で全て、開花していると思っています。今こうやって、G1 クライマックスから、IWGP の選手権までやって自分の中ではすごく、あっという間でした。そして、全て自分の身になって今こうやって大きな自信となっています。絶対に、このベルトは手放さないでいようと思います。そして、最後に、今後の防衛戦の相手なんですが、昨日も言いましたが中村慎介選手を私の方から指名したいと思います。以上です。はい、ありがとうございました。続いて質疑応答に参りたいと思います。質問ございましたらお願いします。菅林社長の方は昨日の大会後の総括で、中村選手という久保、さんの指名を話を聞いて、昨日後藤選手が中村さんに勝っているということであくまでも新日本としては後藤選手を、優先権があると、そして挑戦者と考えているとおっしゃっていますが、それに関してはそれは新日本プロレスさんの都合であって、現チャンピオンは私なので、後藤選手が勝ったとかね、それは俺にとってはどうでもいいことなんで、正直言えば今の、俺にとっては中村慎介です。はい、他にはいかがでしょうか。昨日の後藤中村戦自体をご覧になっていますか。いえ、見てません。はい、菅林社長は次の IWGP の12月の大阪っていうふうにおっしゃってるんですけど、はい、12月の大阪で防衛されることに関しては全く問題ない。そうですね、別に時期はいつでもいいんですが、そこで中村選手にならないようだと小島さんとしてはやりたくない。そうですね、まあ私の意見ですけども、これはもう絶対に譲れない部分ですね。はい、菅林さんが言ってるんですか。新日本さんの都合とか分かるんですけども、私は中村慎介とやりたいんですけど、はい、ただ昨日、中村選手も非常に強くて、後藤選手と実力伯仲って分かるんですけど、昨日勝ったのが後藤選手、はい、で新日本プロレスはタイトルを取り戻さなきゃいけないので、はい、負けた人間よりも勝った後藤選手
っていうふうに考えてます。それはあの新日本さんの都合であって、私は今チャンピオンなので、ちょっとこれは譲れないところなんですけども、中村慎介とぜひ、タイトルマッチを組んでください。最悪、後藤選手やっても構いませんけども、それはもうノンタイトルとして、後藤選手とやらせてもらって構いませんので、タイトルマッチは、中村慎介と組んでください。よろしくお願いします。小島選手は新日本の所属じゃないんで、100% 我々の意見をこうしようと思わないですけども、まあ、何遍も言いますけど、取り返せなきゃいけないんですよね、新日本選手と、小島選手が取ったベルトを。ただ私としては中村選手としかタイトルマッチをやろうと思ってませんので、それだけ頭に入れておいてください。以上です。はい、じゃあちょっと検討させてもらいます。では続いて水曜との方を、続けたいと思いますが、何かございましたら。選手の意思、今のでよく分かったので相当硬いようですが、はい、新日本プロレスが、あくまでも、後藤選手を押してきた場合、ボイコットでございますか？ありますか？え、なんすか？ボイコットでございますか？試合中に、ボイコットというか、まあ、さっき言いましたけど、最悪後藤選手と別にシングルマッチをやることは嫌ではないので別に構いません。ただタイトルマッチとしては、別にやるつもりはありませんということです。はい、その順番、その後藤選手を倒した後に中村選手というお考えは全然ない。そうですね。今の、中村慎介選手は私にとって、特別な選手なので、そこはちょっと譲りたくないですね。他にはやはり中村選手にこだわる理由っていうのは。G1 でその決着戦というか、5年前の60分の決着戦で負けてるっていうのが、全てですね。もう過去2回シングルマッチ対戦して、その2回とも全て自分の心の中に残るものであったということですね。これだけは絶対に俺の心の中に、ずっと残り続けているものなので。G1 で後藤選手との戦って勝ってるっていうのもありますけど、そのあたりもやっぱり後藤選手5番の理由になる。いえ、誰に勝ったとかっていうよりは、とにかく中村慎介が今もう俺の中で決めたことなので。菅林社長によると、棚橋式の内藤さんに勝った、はい、棚橋さんも挑戦に名乗りを上げているということですけども、はい、棚橋選手にも興味はないですか？そうですね、興味がないというよりは中村慎介にしか興味がないです、今は、現時点では。はい、他にはいかがでしょうか？これも先ほど社長の方からあったんですけども、新日本としては東京ドーム大会までに、ベルトを買い返してというようなことなんですけども、逆に小島さんのドームというのは、お考えあるでしょうか？そうですね、もちろんドームどころかずっと、持ち続けていようと思ってますから、はい、来年、再来年のドーム、もっと先ぐらいまで、それぐらいのやっぱ目標を持っていたいので、はい、昨日その永田選手の、防衛記録なんて知ったことじゃないですか、確認点っていうのが今までの記録ですけども、そこを超える自信がある。そうですね、
自信もありますので、はい、